はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、またここ、はい、6号線店ピースガクト店の方からね、動画の方回しておりました。お、なんだガクト、いいタイミング出てきたなお前。お、どうした？今仕事頑張ってたか？仕事しました。そうか、俺も今ちょっと紹介動画作るからよ。何の紹介ですか？買った車届いてきたりした。ちょうど今いっぱい 今来たばっかだべ。今全部来たばっかりですな。さっきそら今日届くって言ってたからさ、そろそろ来てかなと思ってね、動画撮りに来たのよ。またいっぱいいっぱいあるからよ。じゃあ紹介動画撮っていきます。じゃあ学徒は学徒の仕事しなさい。はいはいはい。今ね、学徒と喋ってた通り、先日オークションの方から仕入れの方してた車たち、12台ほど落札いたしました。12台ほどね。やっぱ中古車、中古車っていうかね、車の売れるタイミングってさ、やっぱね、2月3月4月って春先に向けて、車の需要ってね、高まってくるんですね。やっぱそこのとこで一生懸命車売っていかないとなと思って、いっぱい仕入れの方いたしました。いや、腕っかな、ね、買った方がいいものの運命ごとにはね、商売にならないんで頑張って売っていきます。とりあえずでもいい感じの車ね、今回もいろいろ買えたんですよ。この日産のモコドが、あとこれマツダのマークついてるんですけど、これスズキのスペーシアの OEM だね。マツダのフレアって名前になってます。人気のハイトワゴン、いいね。色合いもいいしね、黒っていうのが。それとですね、今回、NBOX、NBOX はね、よく最近オーグ CD ではいたんですけども、こっち側のこれかっこいいね。これ初めて買いました。これスズキの、なんだっけ、スペーシアカスタム、かっこいいね。初めて買ったんですけど、いやー、ピースでね、こんなに新しくてさ、こんなギラギラした感じの車売れんのかなって思いながら、頑張ってね、オークションの方から、押し切ってみましたね。そこそこの金額出さないとやっぱね、このモデルのやつ買えないんですけど、やっぱね、ちょっとこう新しい車とかさ、人気どころの、そういう車ちょっとね、挑戦したくてさ、今回も頑張ってこんな感じのスペーシアカスタムオークションの方から買ってみました。こちら平成30年式の車ね。でも走行距離は乗ってます。11万キロぐらい乗ってて、距離は乗ってはいるんですけども、年式が新しくて、ね、状態が良かったんです。綺麗な車だな、本当に。新しいし、初めて買ったけど、どんな感じなんだかね。今全くの届きたてです。1週間2週間のうちに仕上げの干して店頭の方に並べていきます。あと NBOX とか、あと安定のね、低価格帯で販売のできるこういう風な担当の2代目モデルの担当とか、あとこっちにも NBOX だった。これ NBOX もね、やっぱ10年落ちになってきてさ、やっとね、買いやすい値段になってきてるんで、とは言ってもやっぱ人気どころなんで、結構ね、そこそこ値段の方は張っております。 NBOX、 あとこっちにも今回 NBOX 3台だね、落札できてたの。売っていかないとな、本当に。買うだけが仕事じゃないんでね、買ったもの売っていかないと。あとこれ安定の、ホンダライフですね。いい車だ。あとはこちら、これはスズキのモコ。これね、モデル古いんですけども、平成20年式だが22年式で、モデルは古かったんですけどもね、これなんとターボ車なんです。ターボ車、珍しいよね、ターボ車。ターボ車だったら、このモデルでもちょっと調整してみようかなと思ってね、今回ターボ車だったもんで、日産のモコ、ちょっと型は古いんですけども買ってみました。はい、あとこっち側にも、これも日産のモコだな。これ3代目モデルの、さっきのやつのアートモデル。これは今、中古で売るのに、ちょうど売り頃な感じですよね、このモデル。もう日産のモコっていうと、やっぱこのモデルだもんね、今の仕入れは。あとは、安定のゼストとか、ラパンとか、落札してみました。今回ね、ここら辺に買ってる車たち、12台落札、ね、なんとかできました。あとは順々にね、仕上げの方しながら店頭の方に並べていこうかと思います。それとですね、今週買い取りのご相談もね、ほんとありがたいことにね、たくさんご相談いただいておりました。ありがとうございます。この辺の車たち買い取りでね、地元買い取りだったり、ちょっと遠方からね、ご来店いただいての買い取りだったり、
本当にあのピース買うことと売ることが仕事なんで、輸出向けの買取とか、あとスクラップ買取、パーツ取り車買取ね、車の買取もね得意でやらさせてもらっております。今回ねこれフォルクスワーゲンのなんだっけ ティグワン、フォルクスワーゲンのティグワン SUV ですね。これも買取させていただきました。あとこのトヨタ系のね、この辺のはもう輸出向けです。これクラウンの 3000cc ロイヤルサルーンで平成16年式の車でしたね。四駆なんです。で今回ピースでの買取金額輸出向けってことで取らせてもらってはいるんですけども、なんかね四駆のやつってちょっと安いんだね。これ8万円でね今回買取させていただきました。だいたい20年おじのクラウン、ね、輸出向け買取、これ四駆だからちょっと安い8万円での買取でした。あとこちらのポルテ、これも輸出向け買取で、ね、取らせてもらったんですけども、これは平成23年式の車ですね。まあ、正直ねまだ再販売いけそうだなっていうぐらい状態は良かったんです。良かったんですけど、モデル的にね車検するのに整備かけてさ、税金払って売れるのかなっていうとちょっとね難しいかなっていう判断で、今回は輸出向けにってことで、回すような予定ですね。ちなみに買取金額は輸出向け買取で12万円で買取させていただきました。12万円での買取でございます。結構ねいろんな車入ってるんですよ。これはスクラップ買取だね。これはガクトの方で車取り保証で取らせてもらったのかな。4万円で車取り保証で取らせてもらってた、これはガクト店の方で入ってた車ですね。いろんな車入っております、買取。あと先日ね、YouTube の投稿ってやつで上げてたんですけども、これアクア、これも輸出向けの買取で、こっちから見ると綺麗なんですけど、はいこっちから見ると事故車ね。これは12万円での輸出向け買取ということで取っております。あとこの辺のはねもうスクラップ車ですね。軽自動車のスクラップ買取もやってます。ピースで、車のね買取と販売得意でやらさせてもらっております。輸出向けの買取、トヨタ系の車なんかだとね本当思ってるよりびっくりするぐらい、こんなに乗ってるのに、こんなに壊れてるのにとかさ、こんなに古いのに、それでも結構値段つくのってねあるんですね。トヨタ系カローラとかさ、まああれは昔から高かったよね。あとまあハイエースとかはもう別格で高いですねまあでもトヨタ系の車、まあ、ミニバンでもセダンでもコンパクトでも、商用系でもね、本当にあのトヨタ系のは思ってるより高く売れるかな。まあもしね車手放そうかなと思われてる方、ぜひぜひご相談いただければ、まあトヨタ系に限らず、どんなメーカーでもね、買取させてもらっております。ホンダだってこうやって会社だってね、あとは日産系でもホンダ、マズダでも何でもね車の買取と販売得意でやらさせてもらっております。とりあえずこんなとこだね。今日はねガクト店の方に、落札した車届いたんでね、ちょっと見ながらさ紹介動画撮ろうと思って来てみました。いやでもあのスペシャルカスタム楽しみだな。ちょっとずつちょっとずつね、あの新しい車そんな一気にはできないからさね、1台2台3台くらいずつちょっとずつちょっとずつ、ピースもこういう風な高価格帯の車売れるように頑張っていきたいなと思っておりましたね。でもやっぱ基本は 2,30 万円の足帰りの軽自動車がやっぱ一番得意ですね。ラパンドがさ、日産のモコとかね、これなんかもう今乗り頃だね。本当にあのこの辺の車とかが 2,30 万で乗れる車になってきたなってとこです。でも見た目いいもんね、3代目モデル。本当にこれね、足で使うのにはねこういう風な車で十分だなって本当に思っております。 NBOX もね人気でいいんですけど、やっぱなんか人気があっからがね、まあ、新車の値段も高いんでしょうけども、やっぱね中古になってもちょっと他のメーカーと比べた時に、他の車と比べた時にか、若干ねやっぱ NBOX はちょっと値段が上の価格帯になっちゃってるね。まあ、それでもやっぱり使い勝手の良さは確かにいいですね。本当に最近触るようになってつくづく感じるんですけど、 NBOX 最高、 NBOX 本当最高ですね。本当にねあの車同士のね、なんだろう、整備動画やってても、なんだろうね、変な高齢が出してないしね、使い勝手も最高だし、本当にこの車が人気な理由がわかります。めっちゃいいなと思いますね、 NBOX。 まあ、ぜひぜひねピースでもこんな感じでいろんな車ね、仕入れの方やっておりました、ね、これからも車の買い取りと販売頑張っていきます、ね、ぜひぜひ何かあればご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。